世界一となって戻ってきました大勢投手です。まずは東京ドームにお帰りなさい。ただいま帰りました、はい、世界一を経験して、そしてまた改めてこのジャイアンツファンの待つ東京ドームに戻ってきました。このドームの雰囲気、空間、改めて味わっていかがでしたか。いや本当に開幕から行きたかったんですけど、少しチームに迷惑かけてしまったので、今日行ってやろうという気持ちが上がってきたときにすごい後押ししていただいたので、抑えることができました。ありがとうございました。大勢投手の WBC での活躍、ファンも見守っていました。そしてまた力強い存在として戻ってきたことを、この日を待っていたと思います。改めて今日という日は開幕スタート、特別になりましたか。はい、特別になりました。ありがとうございます。ファンの皆さんが、その本人からもありましたけれども、ちょっとコンディション面が整わなかった、今日を見る限り三者凡退、心強い存在になりそうですね。そうですね、去年得意にしなかった左バッターで固められたんで、よしやってやろうっていう気持ちでマウンド上がりました。さあそして大勢さん、改めてになりますけども、何か WBC 世界一を経験して野球観というもの、何か変わったんでしょうか、どうでしょう。そうです、やっぱり勝つ喜びと、勝った時の、なんですかね、共になんか分かち合ってるあの感じがやっぱり素晴らしいなと改めて思いました。さあまた新しい戦いがスタートを切りました。また来週以降も厳しい場面での登板予想されると思います。ここぞという場面でファンが期待する中での登板になります。改めて次の戦いに向けて一言お願いします。世界一になって、優勝する喜びっていうのを味わってきたので、次は、ジャイアンツファンの皆さんと、そしてジャイアンツのチームの皆さんと、共に味わいたいと思っているので、優勝を目指して頑張ります。まずは大勢投手にお話を伺いました。